皆さんに報告があります。この度、ジャイロチャンネルから、皆さんに分かりやすくするために、佐藤よしおりチャンネルに変更します。これからもよろしくお願いします。交流戦明け、巨人戦1勝おめでとうございます。今日はやっぱり、2回のやっぱり3長打、ここに尽きると思います。やっぱりロングが出ると強いなという、そういうふうに感じました。まあ、本当にいい場所に飛んで、左中間、まあ、その辺の長打が出てるときは、まあ、阪神が強いのかなという感じで見てました。で、まあ、4回のこの満塁ホームランで、まあ、勝負あったのかなというふうに感じました。その後は、まあ、ピッチャー変わってからヒット出てないんですけども、まあ、でも今日7点。まああれば、西君のピッチングであれば、まあ十分勝てる要素があったのかなと。ただ、西君に関しては、まあいいとは言えないと思って見てました。まあボールも高いし、ただ、巨人のバッターが甘いボールを見逃して、結構そのシュートの難しいボールを打ちに行って、内野ゴロ、サードゴロがすごい多かったような気がします。まあそれが西君のピッチングなんですけども、そういう難しいボールに、自分のカウントがいいのにもかかわらず、そういうバッティングをしてたのが、ちょっと巨人の打線としたら残念かな。甘いボールをファールにして、難しいボール、自分が言うにもかかわらず、そういう難しいボールに手を出してるっていうのが、まあ、連打につながらないとこかなっていうふうに感じたので、その辺はやっぱりこれからも巨人の打線としたら、そういうボールを無理やりこう、なんでも打ちにいってるような気がするので、それはなかなかヒット出ないなと。まあ、そうなると、西君の術中にはまっていくのかなと。で、高めの甘いボールをファール。まあ、坂本なんかに言ったら、甘いんだけども、バットが下から出るために、もう内野フライ3つ、チャンスであるけども、そういうアウトになってるのが、ちょっと気がかりかなというふうに思いました。もう大事なところで、やっぱり坂本君であれば、もうちょっといいバッティングできたのかなというふうに見えたけども、サードフライ、ファーストフライ、もう外野にボール、全然厳しいボールじゃなかったと思うんですよ、僕見る限りは。まあ、結構甘いボールを下からこう振りに行ってるんで、ボールの下、ズラを叩いて内野フライみたいな、ちょっと残念なバッティングかなという気がしました。その辺も助けられて、まあ、西君らしい、まあ、5本にしか打たれてないんだけども、まあ、でもフォアボール5つ出してるんで、その辺はやっぱり、まあ、自分の見る目ではあんまり良くなかったのかなというふうに感じました。あとはもう本当に2回3回の、まあ、打つ方はこの中で勝負があったかなという気がします。まあ巨人に1勝できたことで、また明日も明後日もこれは、まあ今の打線から見ると、本当にまあウィーラーの前にランナー出さない、岡本の前にランナー出さなきゃ、そんなに点数取られないかなという感じで見てます。まあ阪神の方は今の打線の通りね、まあ軸がしっかりヒットが出てるんで、このままの勢いでいってほしいなっていう感じます。審判によるんだけどね。まあ、その辺は、まあ、前も言ったけど、まあ、テレビ見る限りボールだからね。まあ、ピッチャー、首かしげてると、はっきり言って。まあ、本人はピッチャーは大体そういうふうに見える角度もあるし、ストライクに。でも、やっぱり審判の方から見たら、ちょっと、やっぱり外れてきてるっていうのも。投げる方から、まあ自分も経験あるけど、ベースの上かすってるんじゃないかなっていうふうに見えるんだけども、角度的に。でもまあ実際言ったら、まあボールからボールなのかなっていうのもあるし、まあ結構間違ってる審判もいるし、前みたいに審判の癖もわからないといけないしね。まあここは取る。ここは取らないみたいな。まあ本当に今、何回も言うけど、まあ下手だからね。もう本当にもう偏ってるし、まあ左バッターのインサイドを入ってるようなのも取らないし、でも外のボール半分外れてるのを普通にストライクって言ってるしね。その辺はその今の野球の中のストライクゾーンがずれてるんで、本当はベースの上から脇の下までってストライクゾーンがあるのにもかかわらず、まあ左バッターはボール半分も外にずれてるんで、ストライクゾーンが。どの審判も。まあその辺はもう一回こう、まあそれは審判なんで決めたことなのかどうかわかんないけども、正規のストライクゾーンじゃないもんね、今は。ちゃんとルールで決められたベースの上からと、膝の下のね、膝株の下からと脇の下までっていう、
ゾーンになってないもんね。まあ、本当に線が高くてもキャッチャーが頭の辺で取ったらボールだし、ベルトの下取ってるのにもかかわらずキャッチャーが頭の上で取ったらボールになってるし、そういうバッターの身長とかもう全然考えないで取ってる審判もいるんで、その辺はもう一回まあここで言ってもしょうがないけど見直さないといかんよね。ストライクゾーンはやっぱりちゃんとあるわけだから、ルール上に、ね、今なんか本当に半分外、左バッターの外ボールがストライクなんで、まあ、その辺バッターにしたらかわいそうだよね。みんな平気で見逃してるのストライクやってるからね。前も言ったけど、よう文句言わないで黙っているなと思うくらい。もう本当に、まあ、キャッチャーもね、ストライクのやつをボールって言われてさ、黙ってるのが不思議でしょうがないくらい。もっと聞いたらいいのに、高いの低いのって。これも技術だよ、キャッチャーの。まあ、俺は現役の時の話したらあれだけども、コースは入ってると思って、それはボールって言われる。で、審判の今の低いの高いのって聞くの。で、審判困るわけ。ストライクゾーンにボールあるから。そういうことも技だよね。まあ、コース外れてるか聞いたら、もうコースボールだって言われたらそれまでだけど、で、コースのストライクボール言われてるんだから上下で聞いちゃう。あ、今の高かったのとか。で、審判答えられないから。そういうのももう、話術じゃないけども、キャッチャーの仕事だと思う。もうおとなしいもんね、見る限りは。審判にもうこう、聞いてるキャッチャーなんかいないもんね。文句は言えとは言わないけど、結構頑固な審判も多いから、そういうのは聞くことは聞いてほしいよね、ピッチャーのために。もうどっちも入ってると思う、ストライクだと思ってるんでね。そういうのも一つの方法っていう。まあでも今日はまあ本当にそういうボールもあったけど、まあ点数があったからね、まあ今週はテンポよく投げれてたと思う、よかったと思います。まあ、あの甘いとこをしっかりヒットにできてるっていうのが一番よね。やっぱり三振の時はやっぱりちょっとコース来ると、まあ三振もするんだけど、そういう自分の打ってる場所をもう初球からでもしっかり振ってるっていうのが今日のいいとこじゃないかな。やっぱり自分の打ってる場所は失敗しないでちゃんとヒットにしてる。あれがファールになってくると調子が落ちてくるのかなと思うけど、今日は一発で仕留めてるんで、まあ本当にサンズのいいとこが出たかな。まあ右にもね、大きいホームランも出たし、あれが出てる間は調子がいいのかなっていう感じもします。右にヒットが出てるときはね。まあ今まではね、あんまりこう阪神からは出れなかった。でもこうやって上位にいるってことはみんな成績がいいから選ばれてると思うんで、でもこれだけは成績だけじゃやっぱりこう選ばないと思うんだよね。やっぱり実績とかそういう技術とかそういうものも全然知らないピッチャーとかバッターに対戦しないといけないから、まあ、力がないと、ある程度投げる力がないとなかなかこう難しいのかなと思うんで、ただまあ青柳なんかやっぱりアンダースローっていうね、そういう向こうには外国にはあの少ないピッチャーの一人なんで選ばれたのかな。でまあフォアボールも出さないしっていうのもあるし、まあ梅野子なんかもう別に選ばれてもね、全然まあ広島の彼相澤だっけが、まあ、交渉だけども、まあ向こうの方が打ってるからかなっていうけど、まあ肩とかいろいろのことを考えたら梅野でも全然問題ないのかなと思うけどね、キャッチャーは。まあ今年はちょっとスレーがあんまり良くないけど、今まではやっぱりナンバーワンだったんでね、それ実のキャッチャーとしては。まあだからそれをどういう基準で選んでるかよく分かんないんで、梅野と相澤とどこが違って向こうなのかなっていう、だからただ打ってるだけなのかなっていうね、率だけで言ったら、と俺は思って見てたけど、なんで選ばれないのかなと思って見てたんだけど、まあ左っていうのもあるんだろうし、でその前半戦の成績もあるだろうし、かと言ってその打ちづらいって日本では言ってるけど、そんなまあ特徴のあるボールはあるわけじゃないし、もうボールのキレで、ね、日本のバッターは抑えてきてるけども、じゃあ大きいスライダーがあって、大きいフォークがあってっていうピッチャーでもないしっていうのもあるけどね。だからまあ左であるっていうのがまあ一つと、こう外国人のバッターに対して俺がずっと今まで見た感じだ、スライダーピッチャーはあまり通用しない、ね、右ピッチャーでも右バッターでも、まあ、あのスライダーっていうのは結構あのテレビ見てきたけど打たれるケースがすごい多い、打たれてるケースが多い。まあ稲葉にもアドバイスしたことあるんだけど、結果的には届いちゃうのよね、スライダーは。だから0-0のカウントで投げてる時は向こうはバンと振ってくるから空振りする。でも追い込まれたら当てようとするから、このリーチがあるから届いちゃう、勝負でいくスライダーは。それを結構三遊間とか打たれてるケース結構見てきたから、
やっぱりフォークボールとかあるピッチャーの方が、縦の変化の方が空振り取れる率は結構多い。だからスライダーで空振り取ってる率って結構少ないと思うね。多分データで言ったら。俺がそういう見た感じでは結構追い込んでからのスライダーとか則本なんかでも結構届いてしまうのよね。だったら縦の変化の方がまあいいと。そうなると岩崎くんなんかはまあフォークボールもあるけども、そのスライダーが大きく曲がるとか、そういうまあ特徴はあんまりないような気がするんだよね。でもこういうふうにちょっと疲れてきた時にバレ打たれるのは、そういう大きな変化とか大きいそういうものがないためにまあ打たれやすい。ちょっとキレがなくなってちょっと高くいったら、まあ、この前半の交流戦前みたいな感じになるかなっていう、まあ、今回はちょっとマッチとして休んでるんで、まあ、分かんないけど、まあ、まあオリンピックやるとして、まあ、6チームくらいしか出ねえらしいから、うん、まあどうなるかは、どこが出てくるかまだ分かってないしね。